賠償されたコロラド州、クリップルクリーク産の金鉱石。カラベラスアラガネは、賠償により、テルルが取り除かれ、繁盛に自然菌が残されている。賠償とは、空気の存在下で、硫化鉱等を高温に加熱する工程を言う。鉱石を処理する工程の一つである。より具体的に言うと、賠償とは気型反応を加熱しながら行う、精錬工程であり。 次の工程に最適な化学蘇生に変えることを目的としている。賠償の前には、鉱石は浮遊先等によってある程度は不純物を除去されていることが多い。成功は賠償のために他の原料と混合されていることもある。賠償は有効な技術だが、大気汚染の重大な原因ともなりうる。賠償は高温下で抜き方反応であり、酸化や還元、塩化、 硫酸化、加水分解といった反応を含む。賠償中に、鉱石や成功は、非常に高温の空気等で処理される。賠償は、硫化鉱に適用されることが多い。賠償中に硫化鉱は酸化物になり、硫黄分は二酸化用の機体として放出される。CU2S と ZNS について、賠償における、化学反応を以下に示す。 硫化鉱の賠償における気体の産物であるに、酸化王は硫酸を製造するのに使用されることが多い。硫化鉱の多くは、硫黄以外にも、ヒ素といった不純物を含んでいる。これらも賠償によって放出される。20世紀の初めまで、賠償は鉱石の上で木を燃やすことで行われてきた。つまり、鉱石の温度を鉱石中の養分が燃える温度まで上げることにより、 外部から燃料を追加しなくても賠償が進むようにしていた。初期の流化工の賠償は、平路で、冷気状のジグで、手作業で攪拌し、未反応の部分が酸素に触れるようにすることで行われていた。賠償では、多量の酸性成分、金属、その他の有害な成分が放出される。これにより、60から80年間にわたってほとんど生物の 住めなくなった地域も存在する。これは、幅数百メートル、長さ数キロメートルになることもある。賠償は発熱反応である。鈴鉱石を賠償する反射炉以下で各種の賠償を説明する。最も一般的な賠償であり、鉱石を過剰な空気中、または酸素中で加熱させ、異様に代表される不純物を部分的、または全て、 酸化によって燃焼させ除去する。硫化鉱の賠償における一般的な反応式は以下の通りである。硫化鉱をほぼ完全に用を取り除くまで賠償することを完全賠償という。高温で鉱石を注意深く処理することで揮発性の酸化物等として不純物を処理する方法である。このような揮発性の化合物には酸化物としては a s 二 o 3や s b 二 o 3 ザノががああり、硫化物発性を持つ場合がある。酸化物を揮発させる場合、酸素が多すぎると不揮発性の酸化物が生成されるため、酸素濃度を注意深く調整する必要がある。塩化賠償では特定の金属を還元や酸化によって塩化させる。ウランやチタン、ベリリウム、肥土類の一部などが塩化物として処理される。塩化賠償の反応の例は以下のようである。 一番目の反応式は、硫化鉱が発熱反応により塩化することを示している。二番目は、酸化鉱に元素溶を添加して反応させている。炭酸塩鉱物の場合も、高温で酸化物になった後に、酸化鉱と同様に反応する。硫酸化賠償では、空気の供給量を調整して、硫化鉱を酸化させることで、硫酸塩に変える。これにより、 磁効定移降で硫酸塩として溶出するようになる。賠償することで、磁性を持つ形態に変化させ、磁効定移降で選別と処理をしやすくつくことが目的である。ヘマタイトを磁鉄鉱に還元する例がある。酸化物原料を部分的に還元して、磁効定移降の精錬工程に供給することを目的とする。鉱石を高温で加熱することで、 酸化等と同時に焼結を行う。例えば流化塩鉱は、浮遊線鉱の後に、時工程以降の精錬工程での取り扱いを容易にするために焼結される。ありがとうございます。